ホンキートンク。ホンキートンクはカントリーミュージックを演奏するバーの一種。ホンカトンク、またはトンクとだけ呼ばれることもある。ホンキートンクの名の由来は不明である。20世紀のアメリカ音楽の様々な様式に付けられている。カントリーミュージックが人気であるアメリカ合衆国南西部及びアメリカ合衆国南部で一般的に見られる。ドレッタリン、パッチィークライン、 アーネスト・タブなど多くのカントリーのレジェンドがアマチュアミュージシャンとしてホンキートンクで活動を始めた。ホンキートンクの成り立ちは大まかに労働者階級の客に種類を出す店で演奏されるアメリカ中の音楽からである。ピアノ演奏、または小規模のバンドに合わせたダンスをすることもある。カトリーのハザード・ゴードンはホンキートンクについて都会での安酒場の登場とし、その名は 音楽のスタイルも表すと記した。ホンキートンクという言葉はもともとアメリカが州国西部のそやなバラエティショーやその会場を指していた。ホンキートンク、サルーン、ダンスホールの違いは特に西部の落農、炭鉱、軍事要塞、油田の街でははっきりしていなかった。1950年代、ホンキートンクはジョージ・ジョーンズ、 ハンク・ウィリアムズなどの大ヒットにより黄金期を迎えた。ホンキートンクの名の由来は不明とされている。印刷物で確認できる最古のものは、1889年1月24日、テキサス州フォートワースの日刊紙、デイリーが Z でメイン通りのホントンクの店の再開が議会へ申し立てられたと記されたものであった。ただし大文字で書かれていたため店名であった可能性もあるが、 その場合この店名は何を由来にしているのか不である。続いて1890年、テキサス州ダラスのモーニングニュース、1892年、テキサス州ガルベストンのガルベストンデイリーニュース、1894年、オクラホマのデイリーアードモアライトで、ホンクアトンクとの記述があった。初期の仕様では、テキサス州ダラス、ホートワースから、オクラホマ中南部の カウボーイたちが牛を市場に運ぶロングドライブの通りからこの言葉が広がっていった。トンクの部分はピアノのブランド名から来ているとされる。1881年創業のアメリカのあるアップライトピアノの大きなメーカーはウィリアムトンクブラザーズといってピアノにアーネスト・エトンクと記載されている。1889年までにはこれらのピアノは製造されなくなり、 またこの頃にはすでに、ホンキートンクという言葉は使用されていた。1873年、ウィリアムとマックスのトンクブラザーズは、トンクブラザーズ製造会社を創立し、ここから、トンクの言葉が広がった可能性がある。本家トンクが初期に使用されたのは1900年のニューヨーク産で、イコータの新聞でも広く使用されるようになった。しかしこれは、伝説や物語の記事であり、 言葉の由来としては疑問が残る。1929年7月28日、ロサンゼルスタイムズで、ホンキートンクの起源が語られるの記事でのミュージカル映画の記事で以下のように記された。ホンキートンクはディープサウスや南西部の労働社会級に種類を出す、店のカントリーミュージックから発展していった。音調の構成はクラシックブルースに関連しているが、 ホンキートンクはややテンポが速い。また、アフリカ系アメリカ人のダンスにリズムがよく合う。1916年、クリス・スミスとチャールズ・マカロンは、ヒット曲、ダウミン・ホンキートンクタウンの中で、地下で、すべての楽しみを見つけたと記した。言葉の起源は不明だが、西部の壮屋なバラエティショーやその会場のことを呼んでいた。ただし、初期の頃はこの会場を、 バラエティシアター、ショーはバラエティショーと呼んでいた。これらの会場はバーが備えられ、ギャンブル場が設置されていることもあった。開拓時代が終わり長い時間が経過した、改装において、ワイアットアープや EC アボットなどは1870年代から1880年代のカンザス州、ネブラスカ州、モンタナ州などの落農の街での本気トンクについて言及した。 彼らの階層には下品で暴力的な章についても含まれていた。しかしこれらの章はハーディガーディと呼ばれ、これがホンキートンクの由来になった可能性もある。大道芸などで演奏される手回しオルガンのこともハーディガーディと呼ばれることもあった。1913年後期、元第一合衆国義勇気兵隊司令官、エドウィン・エマーソン大佐はニューヨークで ホンキートンクパーティーを開催した。この義勇気兵隊は、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマン州、インディアンン州から集められ、米西戦争の間、ホンキートンクという言葉はよく使われていた。ホンキートンクサウンドは、リズムセクションがバックビートと共に2ビートで演奏する。スティールギターとフィドルが主な楽器である。音楽のジャンルとして、 ホンキートンクミュージックが使われるようになったのは、ラグタイムのピアノ演奏で、メロディやハーモニーよりリズムを強調したものだった。よく調律されておらず、調子がずれて鍵盤がうまく動かないピアノから発展していった。ホンキートンクミュージックはブギウィのピアノ演奏スタイルに大きな影響を与え、1938年のジェリーロールモートンのレコード、ホンキートンクミュージック。 ニードルクス・ルイスの大ヒット曲、ホンキー・トンク・トレーン・ブルースが代表される。ルイスはこの曲を1927年から1950年代にかけて何度もレコーディングし、またオスカー・ピーター・ソンなど多くのミュージシャンにカバーされた。しなやかなサクソフォーンのメロディラインと共にスロービートのコンボによるブルース形式の器学曲は初期のロックンロールヒットとなった。 ルイジアナ州ニューオリンズ生まれのファッツドミノも、ホンキートンクのピアノ演奏者で、が、ポピュラーミュージックチャートでヒットした。第二次世界大戦前、音楽業界では、テキサス、オクラホマ、西海岸で演奏される、ホンキートンクの音楽を、ヒルビリーミュージックと呼ぶようになった。以降、カントリーミュージックの初期のサウンドとされ、テネシー州ナッシュビルで、ウエスタンスウィングとして発展していった。 元々ギター、フィドル、コントラバス、ハワイから導入されたスティールギターを特徴としていた。ボーカルはや、ハンク・ウィリアムズのように元々は雑で鼻にかかっていた。しかし後に、ジョージ・ジョーンズやファローニ・ヤングのように鮮明で、シャープなサウンドに発展していった。歌詞は労働者階級に合わせ、失恋、不倫、孤独、アルコール依存症、自己嫌悪など、悲劇的なテーマが、 しばしば登場する。1941年、アーネストタブにとって、デッカレコードでの6枚目となる、がリリースされ、ホンキートンクのスタイルの確立に助力し、また彼自身ホンキートンクの最初の実現者とった。テキサス州クリスプ出身のタブは、ジミー・ロジャーズのファンで、ウエスタンスウィングを融合し、カントリーのサウンドにエレキギターを使用した。彼はこのサウンドをナッシュビルに持ち込み、 グランドオール・オープリーで初めてエレキギターを使用した。1950年代、ホンキートンクはウェブ・ピアス、ハンク・ロックリン、レフティ・フリッツェル、ファローン・ヤング、ジョージ・ジョーンズ、ハンク・ウィリアムズの大ヒットにより黄金期を迎えた。1950年代中期から後期、ホンキートンクとリズムブルースを融合したロカビリーとナッシュビルサウンドの洗練されたカントリーが ホンキートンクの時代を終わらせた。1969年、ローリングストーンズは1940年代のハンク・ウィリアムズのようなホンキートンクのアーティストのサウンドをベースにしたホンキートンク・ウィメンで第1位を獲得、ゴールドレコードに認定された。1970年代には、ウェーロン・ジェニングス、ウィリー・ネルソン、クリス・クリストファーソン、ジョニー・キャッシュ、ジェリー・ジェフ・ウォーカー、 マイケル・マーフィ、マール・ハガード、ガイ・クラーク、トム・ポール・グラスター、ジョー・イーライ、ハンク・ウィリアムス・ジュニア、ジョニー・ペイチェック、ジェシー・コルター、サミー・スミス、タニアタッカー、ゲイリー・スチュアート、ビリー・ジョー・シェイバーなどのミュージシャンにより、ホンキー・トンクをワイルドにしたが登場した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。